はい、それではですね、今日もカメラのお話をしていきたいと思います。デジタルカメラグランプリ2020年総合金賞がニコンの Z50 に決まりました。はい、というわけで今日お話しする内容はデジタルカメラグランプリ。家電量販店とか行った時に目にしたりとか聞いたことがある方もいらっしゃると思います。よく物を買う時とかにロゴがありますよね。なんか金賞を取りましたみたいな、そういうのでよく見る、デジタルカメラグランプリの2020年の総合金賞がニコンの Z50 に決まりました。はい、もう一回言いますよ。はい、デジタルカメラグランプリの2020年の総合金賞がニコンの Z50 に決まりました。はい、今何年ですか？はい、今2019年ですね。はい、でニコンの Z50 いつ発売ですか？2019年の11月の下旬でございます。これが今ね、ネットカメラ界のネット記事でね、結構話題になってるんですよ。要はまだ発売、詳しい発売日も発表されていない、決まっていないカメラが2020年のカメラグランプリの総合金賞、まだ発売もしてないカメラが選ばれるのはおかしいんじゃないかというネット記事がありまして、今日はそのお話を僕なりの目線でお話ししていきたいと思います。はい、賛否両論が分かれる意見記事だと思います。はい、で僕的にはよくやるよなって感じですよね。今この情報社会で正直こういう、なんて言うんですかね、出来レースみたいなことをやったら炎上するだろうなと。これあなたの炎上商法かなっていう感じですよね。でこのカメラグランプリっていうのが今年で12年目になります。はい、でこの受賞製品の選出は写真家やライター、編集者、カメラ量販店の社員からなる10人の有識者で選出していると。選考委員にはメーカーから、貸し出し機を受けた実機を使って評価をしていると。でただし実際に撮影した上で評価していただいているかどうかは審査員にお任せしているということでございますね。はい、でその他の総合金賞というのがもうそれも決まってまして、はい、パナソニックの S1R、 そしてソニーの α7R4、キヤノンの EOS90D。 はい、いやーね、こりゃー荒れるでしょう。で僕の個人的な意見で言いますと、まあ別にいいんじゃないですか。これでカメラが少しでも売れてくれるならば全然やっていいんじゃないですか、こういうの。ね、結構不名誉な部分もかなり多いと思います。でひょっとしたら、既得権益が入ってるかもしれません。わかりませんよ。何かこうこの有識者たちが何かこう選ぶことによって、まあ何か権利をとかね、こう利益を得てる部分もあるかもしれませんけども、まあ見てわかる通りもう出来レースじゃないですか。明らかな出来レースじゃないですか。だって総合金賞4つあるんですよ。その中でニコン、ソニー、パナー、キヤノンの新機種、新しい機種が全部入ってるので、まあね、いいんじゃないですか。
こういうことはね、どんな業界でもやっぱりありますよ。うん、僕のまあ治療家、まあ整骨院とかね、治療家の業界です。でもね、同じようなことはあります。よくね、なんとか百選みたいなすごくご立派なロゴがあって、それがね、こういうよくホームページとかに貼ってあって選ばれましたみたいなね、あるんですけども。実際ね、うちにもね、いろいろそういう話来たんですよ、営業で。要は金払えば誰でも選ばれますよみたいな感じなんですよね。一枠空いたんでみたいな感じであったんで、まあどこの業界でもあるんじゃないですか、こういうのは。まあそういうのがね、こうね、まあ、僕もやっぱりね、初めマジかよみたいな感じには思いましたよ。いやいや、そんなことやってる場合じゃねえぞみたいな、カメラ業界大丈夫かみたいな。まあやるならもっと上手くやってほしいですよね。バレんじゃんみたいな。絶対なんか指摘受けるじゃんってのは絶対ね。だってまだ発売日も正確に決まってないカメラがグランプリに選ばれちゃうんですよ。しかも来年の完璧出来レースじゃないですか。まあ、誰が見ても分かるんで、こういうのは。でも、これをすることによってね、少しでもやっぱり物を売るのって大変、やっぱ商売するのって大変じゃないですか。やっぱ今やっぱブランド化してって、やっぱりこうなんでしょうね、会社とか商品その人とかね、どんどんやっぱブランド化してって、やっぱりこう単価を上げてったりとか、購買意欲とかね、売り上げを上げてくるのってやっぱりすごく大事なことなので、まあこれでね、少しでもこう Z50 が売れてカメラ業界がね、どんどんこう上がってくれればまあいいんじゃないですか。うん、で前の動画でまあ別に Z50 を批判してるわけじゃないですけども、まあその α6600 の方が勝つみたいな動画を上げたんですけども、あれも別に決して Z50 を批判してるわけではなく、カメラがもっといっぱい売れてくれればいいなと、もっと盛り上がってくれればいいなという思いでアップした動画なんですよ。どの業界もそうなんですけども、まあ、カメラ業界でいうエントリーユーザーですよね。今ラグビーとかでね言われてる、要はにわかファン、これをどうつけるかっていうのが、マーケットを広げてその業界が伸びていくすごく大事な部分だと思うんですよ。でこのにわか、特にラグビーとかで言うと、やっぱね、女性ファンのよく言うにわかファンっていうのをつけると、もう業界がぐーっと上がっていくっていうのは新日本プロレス、これでもう証明されてます。今興行収入でいうと世界第2位なんですよ。第1位が WWE で、その下が新日本プロレス。これなぜかっていうと、2013年ぐらいだったかなに、経営者が変わったんですね。メイさんっていう小僧だとか高田トミーとかでバリバリ営業やっていた日本語ペラペラの外国の方が経営者になったんです。でもうとにかくブランドコミュニケーションをしたと。で要は普通にああいう大企業とかがやっている経営を新日本プラスでやって売り出していったと。で選手たちの労働環境も整えて、今まで年間300試合以上あった試合を150試合ぐらいにしたりとかするので、そしてやっぱり選手たちをもっとブランド化して女性ファンがつくような、新日本プロレスって今ファンの割合が女性ファンが6割以上なんです。で僕らの年代とかが知ってるザ・プロレスファンっていうのはもう1割いないらしいんですよ。で動画配信サイトは登録者数が10万人以上いるっていうすごく大きなマーケットになってるんですよ。で海外公演で行くと
もう30分でチケットが販売とかそういう団体になったんですよね、新日本プロレスは。でね、こうやってカメラ業界にも何となく当てはまることであって、で前の動画でメーカーはもっとエントリーユーザーのことを考えて、今カメラってスペック重視でエントリーの方に向いてない、いや目が向いてないっていう意見でもあったんですけども、逆だと思ってるんですよ僕は。スペックじゃないとまずエントリーユーザーはつかないですよ、だってそれがエントリーユーザーが初めてカメラ買う人が目につくのってスペックなんですよ。そしてそういう何々を受賞しましたっていうブランドなんですよ、ブランド価値なんですよ、ね、そこを僕たちカメラファンが否定しちゃうと絶対カメラ業界伸びないと思ってるので、どんどんもうスペック重視、スペックどんどん上げていく、それを低価格で提供するみたいな。だから今カメラ業界がやってる、特にソニーですよね、ね、 RX100M7 そして α6400、 この機能ってオートフォーカス α9 とほぼ同等って言われてますからね。それがエントリー機っていうものに入ってるんですよ、コンデジに入ってるんですよ。それが入っていることによって技術がなくても人の目にピンと一瞬でフォーカスが合ってしまうんですよ。動物の自分の飼ってるペットの目にピンとが合うんですよ。でね、リアルトラッキング AF 目にピントが合ってずっと追っかけてるんですよ。それがエントリー機に入っているということで、誰でもね、プッとフォーカスすると合ってくれるっていうね、それが多分今後のカメラ業界にすごくね、いい方向に向かってくるなと思ってるので、はい、というわけで今日はまあ雑談で終わったんですけども、デジタルカメラグランプリ2020年の総合金賞がニコンの Z50 になったというですね、記事から、まあ、僕の意見を言わせていただきました。僕は単純にこういうことにも突っ込むのはとにかくカメラ業界が盛り上がってほしいと、それだけでございます。どんどんやっていきましょうよ、いいんじゃないですか。多分この人たちも必死なんですよ、カメラ売ろうと。僕たちがそこをね、組みしてあげて。でもまあいろんな意見が出ていいと思うんですよ。 もちろん僕も 100% 賛成かって言われたら微妙ですよ。いやいや、これちょっとインチキじゃんみたいな部分もやっぱありますので、でも僕的には物を売るためには、てかどの業界もやってるので、こういうのいいんじゃないですか、どんどんやっていきましょうということでございました。はい、この動画が参考になればチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。